さて続いてお送りするのはディープパープルメドレーです。実は私たち習志野高校吹奏楽部、なんとびっくり部員が207名いるんです。200名超えの私たちですが、本日は見る通り30名でこちらに来させていただきました。人数が少ない分、各楽器の音がたくさん聞こえますので、自分の好きな楽器はどれかな、自分の好きな音はどれかなと探しながらぜひお楽しみください。そしてまた曲もディープパープルの、有名な曲をたくさん集めましたので、聞きなじみの曲がたくさんあるかと思います。知っている曲がありましたらぜひ一緒に手拍子をしてお楽しみください。それでは参りましょう。ディープパープルメドレーです。